山寺君、はじめまして。さっきは初バイトお疲れ様。バイトリーダーの柿田優子です。柿田さん、お疲れ様です。わざわざ LINE もありがとうございます。これから頑張っていきます。困ったら何でも相談してね。はい。山寺君って横浜大学なのね。そうです。って言ってましたっけ。バイトの履歴書に書いてあったわよ。それに目を通してくださったんですね。実は私には今高校生の娘がいて、来年受験を控えてるの。そうなんですね。国立大学を目指してて今奮起中なの。頑張ってほしいですね。そうなの。ここのお店にもたまに来るから、その時勉強を見てあげてくれない？軽くだったらできると思いますよ。娘さん理系ですか？いいえ、確か文系のはずよ。僕は理系なので英語とかなら見れます。そうなのね。とりあえずバイトで一人前になれるように頑張ります。よろしくお願いします。1時間後。直道、今暇か？腹減ったらラーメン食いに行こうぜ。すまんひろや、さっきバイトのまかない食べた。え、バイト始めたのか？うん、家の近くの飲食店で今日が初出勤だった。マジかよ、楽？金曜土曜は忙しいらしいわ。なるほどな。可愛い子いる？どうだろう、微妙かも。結構主婦層が働いてるイメージ。意味ねえじゃん。時給それなりに高かったし、まかないついてるからそこにしたわ。なるほどな。てか一人柿田さんって人がいて、その人が親切に教えてくれたわ。その人可愛い？絶対顔から判断していくな。そりゃそうだろう。で、どうなんだ？その人は主婦だから対象外だよ。それに今高2の娘さんがいるみたい。お、その子紹介してもらえよ。女探しに行ってねえんだよ。1週間後。あの山寺君、ちょっとだけいいかしら？柿田さん、お疲れ様です。はい、何でしょうか？時間があればでいいんだけど、娘の家庭教師をしてもらえない？家庭教師ですか？今通ってる塾が合わなくて、家庭学習に切り替えたくて、それで山寺君に教えてもらいたいの。お話ありがとうございます。ただ先日もお伝えしたように、理系と文系で教えられる分野もかなり違ってくるので。英語だと教えられるのよね？そうですね。ただ教えた経験もないので全くの素人ですよ。それでもいいの。山寺君、バイト先の仕事も丁寧だし、きっと教えるのも上手なはずだわ。料金も相場より弾みます。娘を助けるつもりでどうか。わかりました。一度お話だけでもお伺いします。それでもよろしいでしょうか？ありがとう。すぐに娘にも伝えるわね。数日後、家庭教師のバイト始めることになったわ。え、そっちにも登録してたのか？いや、バイト先の人の家で個人的に雇ってもらった。マジかよ。もしかして例の女子高生？そうそう、今日その教える子の家行って、詳しい日程とか料金とかいろいろ話決めてきたわ。家庭教師っていくら出るんだ？週1回の2時間で5000円。結構いいな。そうだな、普通に居酒屋のバイトするより効率よくて助かるわ。やっぱいい大学通ってるとすごいな。その子も国立目指してるからすごい運良かったわ。で、どうだった？可愛かったか？正直ちょっと期待してたけど、可愛くはなかったな。ハズレか。まあ教えに行く立場だしな、変に誘惑されないですもん。確かに、ここで問題を起こしたら居酒屋までやめないとダメだからな。確かに。1時間後。山寺くんじゃなくて直道先生、今日はわざわざありがとうね。これからは娘をよろしくお願いします。柿田さん、こちらこそです。娘さんのために精一杯頑張ります。よろしくね。授業に来てくれる日は私もパート休んで家にいるわね。わかりました。1週間後。今日は初授業お疲れ。カレーは美味しかったかな？柿田さん、お疲れ様です。初授業でかなり緊張しましたが、雑談を交えながら今後の方向性など全体のお話もさせていただきました。授業後のカレーも美味しかったです。ありがとうございます。娘も話しやすいって喜んでるわ。それは良かったです。かっこいいって言ってたけど、直道くんは彼女いるの？え、彼女ですか？もしかしたら娘が好きになりそうで。え、本当ですか？まだ全然わからないんだけどね。でも一応いるかどうかの確認をしたくて。いません。ただ娘さんに手は出しません。そこは安心してください。そう、ありがとう。本当に直道くんを雇ってよかったわ。1週間後。直道くん、今日もありがとう。直道くんが教えに来てくれる日はとても賑やかで楽しいです。毎日こんな日が続けばって思います。ありがとうございます。食事の時にもお話ししましたが、娘さん本当に真面目で優秀です。
出した宿題も全部やってくれてたので、授業もスムーズにできました。それも直道くんのサポートのおかげよ。そんなことないですって。なんだか娘が羨ましいわ。え？私も直道くんに教えてもらいたい。受験勉強されますか？そっちの勉強じゃないかも。はい。また来週お願いね。一週間後。今日もお疲れ様。今日は特製オムライスだったけど美味しく作れたかしら。ごちそうさまでした。毎回本当にありがとうございます。あの件、考えてくれた？あの件とは？もう、最後お見送りするときに玄関先で伝えたでしょ。私の家庭教師の話よ。娘さんの授業の回数を増やすという提案でしょうか？もう、そうじゃないわ。娘が塾や学校に行ってる間に、私に授業してほしいの。もちろんお金は出すわよ。ね、いいでしょ？申し訳ございません。話が見えてこないのですが。私ね、娘が生まれてから必死に子育てに励んでたの。主人は転勤族で今は大阪にいるし、寂しくて仕方がないの。そうなんですね。女としての幸せは捨てたつもりだった。でも直道くんに出会って、このままじゃいけないと思った。私、好きになっちゃったの。もちろん付き合うとかそういうことは望んでないわ。ただ遊んでくれるだけでいい。直道くんも彼女いないのよね。だったら欲求も溜まってるはず。お金もしっかり支払ってあげるから。だから、私の愛人になってほしいの。悪い話じゃないでしょ。柿田さん、冗談はやめてください。また来週、娘さんの授業でお伺いいたします。10分後、大変なことになった。どうした？家庭教師の先で誘われた。マジか。最近の JK は回せてるな。いや、そっちじゃなくて、奥さんの方。え？今日やけにボディタッチ多いと思ってて少し警戒してたんだけど、帰りにママ活みたいな話されたわ。ママ活？パパ活の女版みたいなこと？そう。お金出すから私の家庭教師してって玄関先で言われたわ。やばすぎ。三つ目のバイトが決まったわけか。やるわけないだろ。面白そうだからやるよ。完全におちょくってるだろ。なんで嫌なんだ？まず向こうは結婚してるから、俺の恋は不倫に当たるし、そもそも全くそそらない。綺麗じゃないのか？普通のおばちゃんだぞ。そもそも何歳？48歳。あー、なるほどな。俺熟女行けるからありだな。お前が想像してる熟女じゃないぞ。え？本当にただのおばちゃん。いくら積まれてもやらないわ。てか一旦断ったけど、来週家行くの気まずいわ。確かにな。頼むからこれっきりにしてくれ。一週間後。今日はなんで先に帰ったの？せっかく料理作ってたのに。申し訳ございません。明日の朝が早いので。もしかして避けてるの？そうですね。今日も距離感が近かったですし、娘さんにも怪しまれてると思います。普通に授業ができなくなるので、今まで通りの対応をお願いします。今まで通りって何よ。私はずっと我慢してたのよ。いいじゃない。お金はしっかり払うのよ。一週間に一回でもいいの。その日だけ、私を女として見てよ。厳しいです。これでも若い時はモテたのよ。最終的には今の主人を選んだけど、他に二人も候補がいたのよ。テクニックだってすごいのよ。ねえ、まだ大学生なんだし、これからたくさん経験していくと思うの。その前に渡して試さない？気持ちよくなれるし、お金も経験ももらえて超ラッキー。早くあなたと一つになりたい。翌日。これで元気になれるかな？ねえ、48歳には見えないでしょ？柿田さん、本当にやめてください。ゆう子って呼んでよ。何がダメなの？こんなにセクシーなのよ。僕はあなたの娘さんの家庭教師です。こんな画像送られても困ります。このマシュマロボディを好きなようにできるのよ。しかも私と最後までしてくれたら一回で1万円あげるわよ。小遣い稼ぎだと思ってやってみない？いい加減にしてください。あなた既婚者ですよね。仮にママ活したとして旦那さんにバレたらどうするおつもりなんですか？バレないようにやるわよ。バレるバレないの問題ではありません。僕を巻き込むのはやめてください。じゃあ約束してあげる。旦那にバレたとしても私が説得してあげる。ね、それでいいでしょ？さっきの画像を見て我慢の限界来てるんじゃないの？デブに興味はありません。はあ？マシュマロボディ？それってただのデブですよね。僕細くて若い女性が好きなんです。あなたとは真逆なんです。家庭教師のバイトも辞めます。
なので失礼します。待って、会えないなんて嫌よ。最後までとは言わないから、せめてそばにいさせて。黙れババア。10分後、ババアの暴走やばすぎた。え、なんかあったの？柿田さんからまたママ活誘われて、下着姿の写真まで送りつけてきた。マジでゲロ吐くかと思ったわ。見せろ。今から時間ある？そこで見せるわ。オッケー、すぐ行くわ。後日談。こんばんは、直道です。この後家庭教師のバイトと飲食店の方も辞めました。柿田さんの娘さんからは、なぜ来てくれないのですか？と直接連絡がありました。さすがに真実を伝えることはやめました。ただ、このまま逃げるのは嫌だったので、バイト先には辞める理由を言いました。柿田さんは噂が広まり、バイト先での居場所を失ったそうです。ほんと、勘弁してほしいです。ちなみに、あの写真を見て、ヒロヤはギリいけると言ってました。エピソード募集。いつもご視聴ありがとうございます。視聴者様からエピソードを募集させていただきます。胸キュンエピソードや修羅場エピソード、何でも構いません。実体験をもとに LINE を制作させていただきます。応募したい方はコメント欄に書き込んでください。たくさんのご応募お待ちしております。それでは失礼します。